IBM 用電池パックとお芝用電,ク用電池パック OEM 用電池パック電池パックは電池を取り扱いしやすいように何らかの容器でまとめたものバッテリーパックなどとも呼びほとんどは複数の二次電池で構成されている大型の電卓ノートパソコンポータブルオーディオカメラ携帯電話など小型ながら消費電力が大きなものに使われる真空管ラジオの B 電源や 写真撮影用のストロボに使われる積層電池と似通った語だが、積層電池は高電圧を得るために複数の一次電池で構成している電池を指すことが多い。電池パックは大まかに分類しての2種類がある。以前は炭酸型のニッケルカドミウム二次電池を使ったものがほとんどだったが、近年は同じ炭酸型でもリチウムイオン二次電池が主流になった。 市販の炭酸型、炭4型二次電池の多くが、ニッケル水素二次電池を採用しているのは、不特定の機器に使用される、乾電池の場合その特性が、アルカリ乾電池に近いことが望ましいため。また、リチウムイオン二次電池は原料であるリチウムの特性上、製造、使用環境に問題があると燃焼、爆発する危険性もある。しかし、電池パックは、 使用機器が特定されるため、その機器に最適化した設計が可能である。ありがとうございます。